ドルフィンはアメリカ海軍のディーゼルエレクトリック方式による深度先行実験開発潜水艦。同系艦はない。艦名はイルカにちなんで命名された。その名を持つ艦としては7隻目の V ボート以来7隻目。ドルフィンは1964年12月19日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。最初の悪溶接は、 設計副局長のマートン・ワッツによって行われた。1968年6月8日にダニエル・イノウエ夫人によって命名、浸水し、1968年8月17日に艦長 JR マクダネル少佐の指揮下収益した。1990年代以末にドルフィンは新型ソナーシステムの試験を行った。 その結果、新型ソナーシステムは艦隊に導入された。2002年5月21日の11時30分、カリフォルニア州サンディエゴ沖合およそ100マイルの海域で作戦行動中にドルフィンは浮上して航行し、バッテリーを充電していたが、魚雷発射管の密閉ドアが故障し、浸水を始めた。強風のため10から11フィートの波が立ち、 およそ70から85トンの海水が艦に流入した。その量は艦の予備浮力に匹敵し、浸水による電気パネルのショートで火災が発生した。主任機関士のジョンディ・ワイズ・ジュニアは何をしなければいけないか理解し、57度に傾いたポンプ室の中で氾濫した水の中に飛び込んだ。90分後、艦長のスティーブン・ケルシー中佐は41名の 乗組員及び2名の民間人に大使館の放棄を命じた。付近で活動中であった海洋研究船幕号が直ちに応答した。火災と浸水は乗組員のコントロールにより沈静化し、艦のハッチが安全になった後、彼らは小型ボートにより幕号に移乗した。数名が軽傷を負った以外は全ての乗組員が無事に救助された。 異常中に2名が水中から沿岸警備隊のヘリコプターによって救助された。幕号は乗組員をサンディエゴに送り届けた。乗組員の迅速な対処により、艦は安定した状態となった。サッチがドルフィンの状態を確認するため側に近づいたが、後天のため牽引することはできなかった。潜水艦支援艦のケリー・チョエストがドルフィンを 検引するため5月22日の早朝にサンディエゴを出港した。翌日ドルフィンはサンディエゴに検引された。ドルフィン以前に火災により放棄されたアメリカ海軍の潜水艦は1988年のボーンフィッシュであった。ボーンフィッシュはバッテリー室の火災により3名の乗組員が死亡している。ドルフィンは3年半に及ぶ修理が行われ。 その費用には5000万ドルが費やされた。2005年の夏に会場公務を完了し、1年限りの任務に復帰した。ドルフィンの運用には毎年1800万ドルが費やされ、2006年中旬に海軍はドルフィンの退役を決定した。2006年9月22日にドルフィンは退役し、サンディエゴの宇宙、 海洋戦術システムセンターの165を桟橋に、渓流、保管された後2007年1月15日に、除籍された。ありがとうございます。